というのもありかもしれませんね。さあまずお互い触り合い、これは空振った形で波動拳打っていく。さあどうやって触ってこかすのか、そこに注目です。お互い置き攻めが強すぎるのでダウンは絶対取られたくないなんですが、先ほどのあのガーフが、そうですね、はい、ガーフって言ってたのがちょっと気になりますね。あれでマママさんがどう、ね、あの間にどうしていくのか、もし何か見つけてたらちょっと注目ですね、回避の仕方、うん、さあ台足締めから、やはりおー今のは、今のもしかしたらそうかもしれない。そうっすね、今のはでも疲れましたね。行って受けようとしたのをちょっと返そうとしましたかね、そういう読み合いやったのかもしれません回ってますね、先ほどの対戦が。さあここはセービングしっかりとって、さあさあ置き攻めは、なるほどなるほど、回避していく、回避しましたね、バック捨てで。さあバンバンバン選手、ここはゲージがあるので何かで使って触りたいんですが、どこで使っていくのか。これはセービング前ダッシュに対して足払いを確定させていく、うまいですね、うん、さあバンババン選手のキャミー体力はやられているんですが、一度こかせば今のは漏れたんですかね、しっかりと対空出して、これはゲリ使わした形なんですが強気に打っていく。やはり使ってきますね、バンババン選手は。そうですね、この状況でもどんどん出し惜しみなく勝負していきますね。やっぱりさあ6選手もここはやはり勝負に取られちゃダメなので、行きたいですね、やっぱりここはこのラウンドは絶対取られちゃダメなので、キャミーを残していいことないですからね。さあ分かんない、これはまたしても、いやこれありますね、すごいですね、かなり難しいはずなんですよ、これ相手のやっぱ状況をギリギリまで見て申告出すか出すか決めなダメなんで、これちょっと引きつけてますよね、やっぱ引きつけていますか、その最速で出してる感じがしないので、やはり多分先行によく聞かせてギリギリ回って待って最後のボタンを押すってやり方してると思うんですよね。常に仕込んでるっていう、これは多分めちゃくちゃ難しいですよね、難しいテクニックだと思いますよ。だから多分マママさんが安全と思ったけど違うかったっていうのが多分発生するんですよね。今のでも見せたことによってもう一回同じ場面があったとしたらちょっとそうですね、読み合いが変わってくる可能性も、行きづらくはなりますよね、やっぱり安全と思ってるものが違うかったっていう、ね、ただここは勢い止まらずバンバワン、信号食らったゲージがあったんで、そうですね、その分でだからやっぱ1本目取ったっていう、今 1-0 でバンババンさんです、3試合選手です。でも1試合目1ラウンド選手したっていう利用を生かしました、ね、そうですね。さあバンババンキャミーが1本取って勢いそのままに前に行くのか、6号機が跳ね返すのか。さあここはセービング取らせて中足、おっと美味しいダメージ、さあ差し込んだのはバババンキャミー、エンダイパン当たったんですがこれはダメージ的に、さあバンババンキャミーやはり上が出ますね、いや上見てます、めちゃくちゃ上が出ますね、上を見ながら多分下をやるっていうのがうまいですね、はい、相当出てるイメージがあります、このクラスのプレイヤーのジャンプなのでかなりフェイント混ざってると思うんですが、プレッシャーかけられつつ飛ばれてるはずなんですが、しっかりとタイプ出してますね、勢いそのままにバンババン選手が1本取ってます。さあ6選手は自分の流れに持っていきたいところなんですが、なかなかこの前投げあまり激アツっすねやばいですねリターンがやばいですから理にかなってますよ相当なかなかでもあそこで前投げって怖くてできないと思うんですけど、そうなんですよ、結構やっててやっぱああいうの読み合いにしていってるっていうのはすごいですね。そうですよね、やっぱりリスクリターンをちゃんと考えられてるなって、投げたらリターンありますよと、はい、やっぱ後ろ投げだとリターン薄いから、ちゃんと前投げなんですね、ちゃんと前かニュートラルで投げようっていうのがうまいですね。なかなかできないことだと思うんですけど、なかなか見ないですもんね、はい、やっぱ、うん、前投げで暴れていくっていうのは重要なポイントあると思うんですよ、ちょっとフリフレームで前投げで暴れるという読み合いを持ってる、あの辺も対策なんでしょうか。さあまたもやバンバン側がリードなんですが、これは一気に、さあこれ当たると終わりです。さあガーフ、あーガード不能をセービングで返していく、ただレンガ、うおうん、わかります、削られてしまうのでやはりそうですね、ワンチャンで勝てるかどうかっていうのを削ってくるところに対して隙間があったらやろうという、まあ、特に3本選手なんで
そうですね、もし当たってしまうものならかなり気持ち的にも、そうなんですよ、しかも打ってもしガードされてもまあまだ全然、まあまあまだあるよって感じですかね、一本取ってるっていう強みを生かした、はい、いい調子だったんじゃないでしょうか。さあバンバンバン選手勢いそのままに行きたいんですが、6選手のゲージがマックス、これは非常にでかい。豪気が足払いで地上戦、さあ差し込んで端に詰める、ここはバンバン選手がかぶしていくがグラップして、さあセビニー、ここはうまいですね。おお、これはさあこれはどうだ、さあ追えない、追えなかったですね今のは。ちょっとでも今なかなり専門的な知識がある状況です ね、 そうですね、どうやって追うか、追えないのかまず追えるのかっていうのがまずわからないですね、初見じゃまず追えないように見えたんですけど、ね、もしかしたら追えるかも。そうなんですよね、あれは多分相当やり込まれてないとできない反撃でしたね。これはうまい、やはり耐久が出るバンバンバン。お、ロック選手今のは少し痛いか、やっちゃった、うん、あ今の状況下でダッシュ中国をやったそうなんですが、さあやっちゃった、六さん今のは大パン波動、大パン波動だった、ダメだったです。いや絶対良かったですけど、瞬国で多分見せプレイ行きましたね。あーやはりそこが六さんですね、まあ、そこも妥協しない男、六さん、そうですね、やはり妥協はしないですかね、やっぱ妥協はしない、ちゃんと瞬国フィニッシュを狙っていくっていうのは六さん、ちゃんとそこは六さんですね、素晴らしい、間違いない。まあ今のは六さんの勝ちでもいいまあ、はい、まあ大会なんで、大会なんで、ね、はい、ダメですね、ダメです、そんなこと言ったら始まりませんね。さあ気を取り直していってほしいんですが、はい、バンババン選手は大きなアドバンテージ、2試合選手、六さんこのバンババンのプレッシャーを3試合連続で、2試合取ったキャミっていうのは凶悪そのものですね。さらにこのバンババン選手の前に出るスタイル、はい、非常に攻撃的なスタイル。さあここもバンババン選手がいい形で攻めている、いやばれ、いやばれだったんですが、ダメージちょっと結びつかない。ここもやはり流れが来てるのか、うまい、大事なところで、うまいですね、こことの読み合いでかなり、そうですね、やっぱ置き攻め回避の仕方が抜群にうまいですね、やはりやってるのか、豪気戦相当やってますね、これは。名古屋には豪気使いがいる。さあミスターがこれは結果的に、そうですね、美味しい流れですね、奥さん的にはかなり、はい。さあ6さんはここは取りたいとこなんですが、ゲージ状況でもかなり有利なんで、そうですね、ゲージがかなり有利なので、この試合できれば取っていきたいですね、取っていきたいところなんですが、そうやすやすと勝たせてくるわけではない。バンババンキャミ、ゲージがない状況でどうやってこう流れを引き寄せていくかっていうのもかなり見どころですよね。そうですよね、そのキャミ側はこのラウンドを取らなければいけない、はい、そうなんですよ、じゃあどうやって取るのかっていうところがすごい難しい内容なので、でもゲージも貯めたいなっていうのもあるんですけど、でもそこを欲張っちゃうとって感じですもんね。いや1本取られるとかなり劣勢になるん で、ね、ゲージを使えな い、 いう状況なので、攻撃側は最悪負けても相手にゲージを使わせて、ね、自分がゲージを持てればかなり次のラウンドアドバンテージかなっていう、ね、今まさにそういう状況になってます、ね、そうですね、これはもう最悪無理やったら、ここは使っていきましたね、今のは正気だと思って使ってきましたが、そうです、ね、遠かったですね、まあ、間違いなく正気だったんですが、距離がちょっと、まあ、正気でしたね、今のは、はい、今のはしゃがみ中パンチが多分コンボ戦だったかな。さあリーチがかかったバンババン、このラウンドを取ってしまえば3対0で勝利になります。さあバンババン選手はここし抜けていきますね。さあゲージ的には豪気が有利なんですが、どうでしょうか、これは暴れている、コパンチューパンでしっかり暴れている。確定取れんでもちゃんとダッシュして距離を、そうですね、しっかりと詰めていくっていうのが大事ですね、大事ですね、そういうとこしっかりして、うまいですね、今のセービング取られ確認か、そうですね、うまいです、あーこれはやばいか、さあどうだ、死んでしまうか、最大、うわーうめえ。さあ瞬国、見せプレイの瞬国を見せて、見せプレイの瞬国殺をミスったことを嘆いていますが、でも